でもこの人だからお芝居すごいやるんだなと思って、ちょっと新たな一面だったんです、その人狼が面白くて。そうそう、え、結構 YouTube 素だよね。 YouTube めっちゃ素っすよ、あれ。 YouTube はもうただのこの子、若いゲーム好きな男の子なんだよね。マジです、もう結構心配になるぐらい素だもん俺、うん、やばいなって思ったのは、うん、動画消してるリスクマネジメントだね。そうそうそう、でもなんか、うん、伸ばす方法とかもちゃんと真剣に調べた。あ、偉いじゃん YouTube を。そう、そしたらいろいろ出てきて、うん、やっぱちゃんと面白いのを残しておいた方が。アーカイブね、うん、うん、絶対そうだよ。そうそうそう、すいません、ハイボールください。はい。なんか俺ちょっとこれ声だけ出演してほしいんですけど、うん、うちのレッドに何か印象あります？なんかどんな印象あるんだろう。あ、でもなんか第一印象はおとなしい感じだなって。あ、ね、まあでもみんなそうですよね、そうだね、宮殿メンバーも、うんうんうん、レモンサワー一つください。おとなしさかけらもなかったね、今面白かった、うん、結構みんなに言われること。あ、そう、うん、じゃあそれはだから探ってんのちゃんと。いや、もうただただなんか俺の出る場じゃねえって思う。なんで、なんなんだろうな。だってオーディションの時さあ、はい、でも鉄次さんがさ、鉄次さん、うん、もう絶対この人がレッドやと思ったって言ってたよ。もう激推し君でしたね、うん、でも俺も絶対この人が入ってると思った、鉄次さん。ただ俺逆に、うん、鉄次ラッキー見た時に、うん、俺はこの人に芝居で勝てねえと思いました。ああね、鉄次ラッキーが完成しすぎてて、うん、鉄次ラッキーは完成してたけど、完成形態にした。あの鉄次スパーダの時点であの人一番最初から料理は手際が肝心だよって言ってたから。そうそう、もう最初からすごいですよね、うん、なんかこうなってたから最初から本読みと、うん、オーディション、うん、何も変わらない、一緒だったよね。最初からスパーダだったもんね、うん、そう、出来上がってた、うん、でもお芝居は好き、楽しいです、うん、いいね。でもうん、9連勝受かる前は、うんうん、正直本当にいろいろ言われてたんで、何、まあ、下手くそなんですよ僕。下手くそじゃないよ。ちゃんと社長にもなんかいろいろ言われて、うん、頑張らないとなとは思うんですけど、うん、どうすれば上手くなるんだ。まあどう頑張れ。思うし、うんうん、しかもなんか僕の年齢だとなんか子役からやってる人と被るんですよ。うんうんうん、なるほどね。だから近づくためにはじゃないですか。うんうんうん、だからそういうのとか悩んで、うん、その9連射決まる前はもう、うん、どうすればいいんだって。なるほど、この道で合ってたのかなとか思いました、ね、でなんかもう絶対もう美容師やらずにこの世界で生きていくってことは決めたんですけど、うん、やっぱりなんかその自信はありつつもなんかどっかでビビってる部分、うん、出し切れない部分っていうのがありましたね。だって世界で一番かっこいいの誰よ。俺ですかね。そうだね、一応俺なんですけど。これね、最初からずっと言ってるんですよ。ずっと言ってるんですけど、うん、もうそれがすごい好きなの。でもやっぱ国宝級イケメンの吉沢亮君には勝てない。まあ、うん、あれはちょっとまた別だね。もうあの人だってもうそれをもう今大きなメディアで公言してるからね、うん、最近はね。あの人には勝てない、うん、まあまああれはもうちょっともう本当にかっこいい、うん、飲んでる。飲んでますよ。 3杯目。早い。ハイボールがさ、ハイボールが濃くて今ちょっと、いや、いいの、俺を酔わせに来てるのかなって思って、ちょっとドキドキしちゃった俺。おじいさんみたいなこと言っちゃった。どうしよう松本さん。どうよ。うまくないよ。あのでもね、俺が思ってる、うんうん、木津匠さんは、うん、あのね、本当面白いぐらい裏表がないんですわ、うん、で、お家でもう本当に誰にももう言えないような、あの大失態も見てますし、やりましたね、あれやりました、やらかしました。いや、あれはマジでやった、うん、マジであれもやらかしてますし、あれはやばい。あのこの私はこの人の人生を救ったのかもしれないと思う瞬間もあったりとかね。言えないけど、あれは言えない、うん、いつか20年ぐらい経ったような、そうですね、っていうぐらいなんかちょっとって思うんだけど、ちょっと今はダメだ、うん、今ダメじゃん、うん、だからそれでも裏表がなくて、まあ、本当まっすぐで、結構お客さんとか、うん、例えばあの写真集とかさ、うん、あのカレンダーのイベントで見てる木津匠君、うん、結構まんまかもっていう、うんうんうん、思う、結構稀有なタイプで。そうですね、作るの下手くそなんですよ本当に。ああそうだね、作るとねすぐ崩れる、作るとねすぐ崩れる。でもそれがすごい俺はいいとこだなと思っていて、うん、なんかあと自分がその仕事であろうが恋愛だろうが、うん、うまくいってる時のうまくいってるオーラが分かりやすいからいいよね、うん、すごい、ね、好きな女性のタイプは。好きな女性のタイプか、
綺麗系が可愛い系だったら可愛い系、うんうんうん、なるほどね。髪が長いか短いだったら短い系。そうなん、うん、短いのか。そう、短い系、うん、性格は、うん、俺本当にゲーマーなんで、うん、どれだけゲームをやっても許してくれる子か、うん、かあの一緒にゲームできる子か、うん、それかゲームとかあんま好きじゃなくても、うん、素直にちゃんとあの言ってくれる子。なるほど。やめてほしい、ゲームやめてくれって言って、うんうん、言わないで止め込んでるのが一番嫌な。そう、まあだってもう、だって何歳からゲームやってるの。もうだってもう小学生ぐらいやってる。生まれた時からやってます。生まれた時からヒーローになりたくて生まれた時からゲームやってるんだからもうマーベルの世界線だよね。もう完全に。そうそうそう、だから生まれた時からやってるんで、うん、まあ、そうなるともうゲームは呼吸と一緒なんですよ、うん、僕からしたら。なるほどね。ゲームは呼吸と一緒だから、今から呼吸するから、うん、嫌だったら止めて死ねってことだね、それ。そうそう、嫌だったら止めてくれっつって。呼吸嫌だったら止めてってそうそうそう、俺その時死ねってなるんだ。止めてるから、止めてるから、うん、そしたらそうだね、まあ、でもやっぱ、うん、僕はゲーム例えばできなくて、うん、相手がすごいゲーム好きで、うん、今からゲームするから、うん、嫌だったら言ってねって言われたら、やっぱ好きな人だったら言わないじゃないですか。その気持ちも分かるんですけど。ああ、そうかそうかそうか。そう、すごい分かるんだけど、そうそうそう、多分それで、ね、あれで止めないんですけど、うん、まあ、そのゲーム終わった後、やっぱ不機嫌になるじゃないですか。そういうのが嫌だから、ね、うん、素直が、あーね、最後には素直が、うんうんうん、なるほどね。だから呼吸をさせてくれる人ってことでしょ。そうそうそうそれはそうだわな、うん、まあでもそれぐらいゲームでかいんだね。そう、ゲームでかいっす。それはさ、今さ、事務所の方々はさ、知ってくださってる、自分にゲームがめちゃめちゃでかいということ。あ、でも多分本当に伝え続けて、うん、初めはやっぱりその、うん、